こんにちは、FVOTV です。今日は国内版、Xiaomi Mi Note 10が値下がりっていう記事があったんで、ちょっと読んでいきたいと思います。中国のメーカー、Xiaomi が2019年12月に国内,国内発売した日本参入第一弾スマートフォン、Mi Note 10が Amazon.com Japan にて値下げされました。 ミーノート10のの, <laughs> のアマゾン本体価格は現価5万8080円ん。現地か。えっと、現在と5万5980円あ。元値か。<laughs> まあいいえっと、約2000円の値下げ。さらに1ポイント560ポイント還元。 きですオーロラグリーングレーシャーホワイトミッドナイトブラックのみ3種類とも値下がりですちなみにと上位モデルのミーノート10プロもとオーロラグリーン以外が値下げされていますシャ o ミ i ミーノート10とミーノート10プロはとリア5カメラ ディスプレイ内蔵指紋センサー6.47インチフルディスプレイ HD プラス AMOLED、ね、AM ディスプレイとスナップドラゴン 730G プロセッサーを搭載するハイスペック構成の素そしてこのクラスでは圧倒的に 圧倒的にと安価な安価なアンドロイドスマートフォンですちなみにとミーノート10とミーノート10プロの違いはと主要スペックでミーノート10はと六十0んと六ギガラムが六ギガロムが百二十八ギガの内部ストレージミーノート10プロはと ラムが8ギガ、ロムが,が256ギガ内蔵ストレージを搭載 <coughs> ミーノート10のんミーノート10シリーズのゴリアカメルはと10倍ハイブリッドズーム対応5000万画素。プラスと2倍抗眼ズーム対応1100万画素。うん 1> メイン1億8億八千万画素。で、プラスると超高画角2二千万画素。プラスると,と200万画素マクロ。マクロカメラという構造ですと、ズ,ズームや望遠マ、マクロ撮影といったあらゆる撮影方法、方式をカバーしています。 また最近のトレイトレンドになっている夜,夜景撮影モードナイトモード2.0も搭載するともちろん背景ぼかしぼかして撮影するポートレート撮影も可能フロントカメラは3200万画素カメラ搭載でと自撮り特化しよう水滴型のオッチディスプレイ 採用ですバッテリーは5260デート30ボルト急速充電をサポート本体ボディは前後 3D 曲面ガラス採用でもうんでもういいやす持ちやすくだと思す。採用でもう言いやすくたぶんこれ持ちやすくだと思いますちも持ちやすくそして見た目にも高級感があります OS は Android9 ベースの MIUI11 を実装。さらに、と、シャ m ミスマートフォンならではのマルチリモコン用赤外線セン,赤外センサーも搭載。スマートフォンをテレビや,テレビやエアコンなどのリモコンとして手利用することも可能です。 m ーの音ー10、Mi のーート10プラスプロノート、カラーバリエーションはオーロラグリーン、グレーシャンホワイト、ミッドナイトブラックの3色展開です。価格は Mi の音10があと5万2 8八百円。税抜き。Mi のーート10プロがあと6万2 8八百円。でと、と、主要スペックいきますと OS1 と シャオミ i 独自 UI の MIUI の11でと Android9 ベースでとサイズがると 157.8×74.2×9.67mm 重量が208ちょっと重いですねディスプレイがと六6.47インチフルディスプレイ ATDAMOLED ディスプレイプ,プロセッサースナップドラゴン730ローン ロムが6等と8、でと、ラムが128等と256、リアルカメラやフロントカメラ、Wi-Fi がと80、802.11A、ABG、NAC 対応、Bluetooth が5.0、バッテリーだと5.520、<coughs> 5 2 6 0ー三、ah、十3 0ト急速充電。その他、その他と USB Type-C とディスプレイ内蔵指紋センサー赤外線サー。カラーとオーロラグリーンとグレーションホワイトミッドナイトブラックです。この3つですね。まあ、まあまあ、今回のことについてちょっと一言言いたいのが、<laughs> あ シャオミさん、ここまで下げてきましたね。っていうのがやっぱり第一印象です。やっぱり、シャオミさんのスマホがやっぱり5万円前後が、やっぱり、いいんじゃないかなと思います。5万円とか6万円前後。やっぱり、この前の機種で言うと、シャオミミー、ミー19っていうのがあったんですよ。それは、と上からとカメラがで出てくるやつなんですが、 まあ、やっぱりそれもと、一番安くて3万、3万3千円。で、と、その、と上,上位モデル、Xiaomi Mi19 Pro が、と、5万円前後。なので、まあな、まあ、やっぱり Xiaomi さんの、あれ、適正価格は、この、このぐらいの値段かな、って、僕は思います。今回、こんなことがあって。やっぱりスマホって、と、毎日使うもので、 あるんでやっぱり、やっぱり持ちやすさとかがやっぱり重視されると思うんですが、やっぱりゲームをするって言ったら、本当に持ちやすさも重視されますし、えっと、スペックも重視されますし、プロセッサーも重視されます。えっと、OS も重視されます。もう重量はなんか関係ありません。とディスプレイもやっぱり重視されるところです。まあ、カメラとかとかもい,いらないんですが、やっぱりとバッテリーもやっぱり重視される。 っていうことで、やっぱり、このスマホは、やっぱり、スナップドラゴンと、は、730G を対応してるんで、まあ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 、結構使えるな、っていうスマホです。この後、もう一個上,上位モデルになってきます。x i a o m i m i x i a o m i Mi.Pro。シャミミテンプロっていうのがあってあるんです、あっあれあと、スナップドラゴン855搭載だった気がします。な,な、なので、やっぱり、 それはやっぱり7万円からなんで、やっぱり2年間で2万円え、2万円追加してその、やっぱりスマホって2年間使うってことなんで、まあ基本的に、えっと、2年間でその7万円のを買うか、その2年間でその5万円のを買うか、あと5万5千円の買うか。 やっぱりそこはやっぱり価値観で違いますが、ぼ僕的には、シャオミミー10プロとを買った方がいいと思います。やっぱりそっちの方がスナップドラゴンもいいですし、<laughs> OS もちょっといいです。解像度も違うんですよ。よなので、やっぱりそういう面に関しては、やっぱり、こっちのスマホよりは,今は、今、とアリアエクスプレスで多分売ってると思いますが、シャオミミー10 ミーテンシャオミミーテンプロの方がやっぱりいいんじゃないかなって僕は思いますがやっぱりこっちの方がいいっていう方もやっぱりいると思いますがまあどちらでも結局使えればいいって思ってる人はやっぱりそこはもうそこの考え方を直した方がいいんじゃないかなって僕は思います本当にもう使えればいいっていうんですたら僕が使ってるユミビジ f イプロでもいい,い,い,いいですし <laughs> もうそこら辺になってくるんです。こんな使えればいいっていう人がこんな高いズマホ買ったって意味ない、意味ないですよ。iPhone もそうですが。なのでやっぱり使えればいいけど、やっぱり性能がいいっていうのであればこのスマホ。本当にゲームとかがしたい。本当にゲームとかがしたいという方には僕のおすすめは x i a o m i Mi 10. シャウミ 2.pro の方です。まあ、なので、やっぱりそういう面に関してはき,きちんと、なんか、考えていって、今後のスマホの購入に検討し,していただけたらな、って僕は思います。では、今回はこんなもので、本日もご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね